シティハンター、シティハンター、シティハンターは、北条司によるアクション漫画作品、シティハンターのアニメ化作品群。本校で記述する作品は以下の通り。なお状況に応じ、括弧内の略号を用いる。1987年にシティハンターとしてテレビアニメ化されたのを皮切りに。 テレビシリーズとしては4度のアニメ化と3度の TV スペシャルが放送されたほか、劇場用アニメ映画として4本が発表され、いずれの作品も制作には読売テレビとサンライズが関わっている。ガンダムなどのオリジナルもののロボット SF 系を主軸に置いていたサンライズとしても、同社発の漫画原作物であった。また、社名の変更時期に制作されたため、1台14話までは、 会社名表記が日本サンライズと表記されていた。第15話からは社名がサンライズに変更されたのと同時にオープニング開始直後ののアップが修正されている。アニメ版は原作と違いタイトルロゴの右上にカタカナでシティハンターと書かれている。メインスタッフは東京ムービー新社のシンルパン三水パンが数多く参加した。アリオン。 機動戦士、ガンダムゼータゼータでの実績を買われ、キャラクターデザインとして内定していた上村が、夫である小玉をサンライズ側に紹介したことで、彼が本作品の監督を務めることとなった。なお、第3話、愛を消えないで。明日への転換ンとは、小玉が現場に入る前に、パイロット版として制作されており、高橋良介が監修を行っている。 東京ムービー新社時代の小玉の主昇格にあたる北原はこの頃すでにアニメーターとして20年以上のキャリアがあるにもかかわらずこの作品がサンライズ作品初参加であったこれまでに元祖天才バカボンシンルパン三世といったそう話数百愛情の作品の作画監督を手掛けてきた北原は本作品では創作画監督として その経験と実力を存分に発揮し、作画面で大いに貢献した。なお、この実績が評価されたことにより、機動戦士、ガンダム F91 での作画監督を、当時のサンライズ社長であった、山浦英治から直々に依頼された。同じく小玉の師匠格である、港屋は、無敵超人山ボット3第1話 B パートの、原画依頼。 数年ぶりのサンライズ作品への参加となった。本作品では、小玉監督の助監督的な位置づけといえるポジションで活躍。牧村香織、野上紗江子、美希といった重要なキャラクターが初登場する、エピソードの絵コンテ、演出、構成を担当したり、最終回の前後編における構成と演出を小玉と分担しながら担当している。各話については、 サンライズの、青木流星 SPT レーズナーパン、脚本の星山博之、外池昌に、平野康史氏、演出の今西隆加瀬光子、主力作画スタジオは、アニメ R から、作画監督の谷口森康、原画の吉田徹、大阪浩二、沖浦刑事、小森隆広木村高弘スタジオムーから村中博美、木瀬和也、山本沢子。 そして、銀河漂流バイファム、調理器、ロボガラットの主力作がスタジオだった、スタジオライブから上品広志山内のリアス、小林さなえらが参加しており、上品は本作で初めて作画監督を務めた。また、武藤雄二は本作で演出家デビューを果たした。また、散発的に参加した、脚本家の井上俊樹は、 後年になって本作に参加していた頃に思うように、シナリオが書けなくなるなど、スランプに陥っていたことを明かしている。原作の段階で、高等無形さが見られたミリタリズムやリアリティの描写は、アニメ版では、さらに顕著となり、見栄えとしてのアクションが、重要視されている。1代27話から、メカデザインとして、途中参加した、メイ・キはそれまでガンダムしか描いたことがなく、 修行のためとはいえ自身が選ばれたことへの戸惑いがあったと語っている。シリーズ途中には、の愛車であるミニクーパーやフィアットウーノなどの車関係をアニメ向けに簡略化したデザインが演出の港の洋介によって新たに描き起こされたこともある。なお、名高氏は劇中に出てくる小物類だからという理由でブラジャーのデザインも担当した。 アニメ版の内容の大半は、原作と違って一つのエピソードを一話完結か、前編、後編と構成したものである。原作が、オムニバス形式であるため、アニメオリジナルのエピソードも多く、全140話中75話が、オリジナル作品となっている。そのため、と、こうが敵対するといった、独創性のあるエピソードも生まれた。原作をベースにした話も、 結末や設定が原作と異なる時がたびたびあった。さらに、野上佐恵子、野上玲香麻生み海坊主などの、純レギュラー格のキャラが原作では登場しなかった。話にも登場することがあり、原作より、出番が増えている。また、放送時間の都合上子供も見るため、セリフとして登場するものの実際に、が、もっこりさせているシーンはない。 アニメ化に際し、この点で苦心したことは後に、児玉賢治が文庫版の解説で語っている。ただし、一大8話では、一瞬だけの陰部が映ったシーンがあった。初期及び、後期のエピソードの一部、と恐るべき、似たもの姉妹。以降の連載作品は、アニメ化されておらず、特に原作では後半ストーリーの主軸となるユニオン。 テオペ及びその関連人物は原則登場しない。原作連載終了後に放送されたテレビスペシャル版はいずれもアニメオリジナルの内容である。毎回登場する女性ゲストには基本として有名女性声優が出演した。また、女優の水沢由美が1第45話に国昇さゆりが2第1話と第2話にそれぞれ出演している。 日中版以降、出演できる、女性声優が少なくなったため、過去に出演した、女性声優が別の役で再登場したり、アフレコの日程を変更するなどして、都合をつけていたという逸話もある。原作者の北条は、の飛行機恐怖症という設定を早い時期から、考えていたが、アニメ版の制作にはほとんど関与せず、スタッフに任せていたため、一大にはや、 第16話では、が、飛行機に乗っている場面が放送されており、依頼人が旅立つ際は、空港で、飛行機を見送るエンディングシーンも、頻繁に登場した。そのため、の飛行機恐怖症という設定は、アニメ版への配慮から、2が終了するまでは、原作でも描かれていない。また、原作では、は、喫煙者だが、アニメではタバコを低年霊奏への配慮からか、 出演している描写はない。また、一では放送当時提供スポンサーだった、浅田アメが、アニメの随所に登場している。主題歌人は、TM ネットワークをメインに据え、アニメーションと、あまり縁のない EPIC ソニーにサントラを依頼した。特に、一前期の小昼巻カホルと TM は両方とも、織り込んで、トップ10入りを果たした。OPED を、 別々のアーティストが担当し、それが両方ともトップ10入りしたのは当時のアニメ界では初めてであった。OVA や映画ではビクター音楽産業がサントラを担当した。2017年12月9日発売のアニメ雑誌アニメピアシン 9Vol.2 では SP3 の放送以来18年ぶりに本作がアニメ雑誌の表紙を飾っている。 その後、2018年3月19日には、SP3 の放送以来20年ぶりの完全新作劇場版を2019年初春に劇場公開することが発表された。これらの声優の多くは、本作のパラレルワールドを描いたエンジェルハートのテレビアニメ版でも引き続き声優を担当している。2019年の劇場版でも、書きキャストの一部が、 引き続き配役される。シティハンター、シティハンター2、シティハンター3、シティハンター91と4度テレビアニメ化され、シティハンターザ・シークレット・サービス、シティハンターグッド・バイ・マイ・スイート・ハート、シティハンター緊急性中継、凶悪犯、裁判の最後と3度のテレビスペシャルが放送された。全シリーズに共通しているのは、本編のラストシーンから、 エンディングテーマ曲のイントロがフェードインしてきてそのまま CM を間に挟まずにエンディングテーマ曲に突入するというスタイルである。これは当時のテレビアニメの定番である本編が終わると一旦 CM が入ってエンディングテーマになるスタイルを覆す画期的なことだった。諏訪道彦はこの方式を聖母たちのララバイ方式と呼んでおり本作はこれをテレビアニメで 初めて採用した作品である。また、当時のテレビアニメは、モノラル放送が通常であった中、本作は、オープニングテーマとエンディングテーマのみ、ステレオ放送に切り替えるという試みがなされていた。3の、第11話は、本放送時に、一瞬だけオウム心理教代表、朝原昌光の顔のカットが挿入され、サブリミナル効果を引き起こす仕様になっているとして、 問題となった。これは、本放送終了後に、オウム心理教への一斉強制捜査が行われていた1995年5月2日に、発覚し、読売テレビは、同年5月23日付で、郵政省から、番組基準の遵守を問われるような放送を行い、社会問題を引き起こしたとして、注意の行政指導を受けた。なお、 再放送時やソフト化の際に該当部分は削除された。91ではキャラクターデザインがこれまでの上村幸子に代わりにまで作画監督として参加していた上品博氏が抜擢された。また本作では後半パートに入る直前にとこうがすれ違う構図で中央にシティハンター91のタイトルロゴが入った画面でがシティハンターと タイトルコールを行うアイキャッチがある。このアイキャッチには特別バージョンがあり、喫茶店キャッツアイのマスターとしての海坊主にスポットを当てた第7話は構図はそのままですれ違うキャラクターを海坊主とミキに変更し、中央のタイトルロゴがファルコンに変更されたものと、こうがシンデレラのようなひと時をと過ごす。第10話はこうだけが描かれた画面に彼女の声で タイトルコールを行ったものが使用された。なお、スペシャルとして放映された第11話第13話にアイキャッチはない。1と2は4クール以上にわたってのロングランとなったが、3と91はいずれも1クールにとどまった。特に91は基本的に中継放送が中止にならない、東京ドームでの野球中継の影響も重なって、放送休止が相次いだため、 第11話第13話が別枠でスペシャルとして連続放映されることとなった。なお、エンジェルハートも本作と同じく読売テレビ、日本テレビ系列各局でテレビアニメ化された。ザ・シークレットサービス、グッドバイ・マイ・スイート・ハート、緊急性中継凶悪犯、裁判の最後上記2作はローカルセールス枠での放送だったため、 系列曲のほとんどが遅れネットであった。全シリーズとも一貫して EPIC ソニー、CBS ソニーに所属していたアーティストのみでタイアップされていた。ヒットした楽曲も多い。は、TV オリジナル作品。話数に関しては3作のものを分けず、投資で表記しているものもある。シティハンター第15話までは原作をモチーフにした話だったが、 第16話以降は t v オリジナル作品の量が多くなり、全51話中27話までが t v オリジナル作品である。原作の第15巻中盤までの内容に相当。1987年12月28日は年末年始特番のために休止。サブタイトルに映画のタイトルのパロディが扱われているものがある。 シティハンター2063話中34話までが TV オリジナル作品で構成される一方、原作からの作品と一部オリジナル作品は前後変形式になっている。原作第12巻中盤から第23巻中盤までの内容に相当。シティハンター3013話中11話がオリジナル作品であり、 他のシリーズと比べて TV オリジナル作品としての側面が強い。原作由来のエピソードである第4、5話は原作第22巻中盤の内容を元にしている。このシリーズからの衣装のカラーリングに変更が見られる。1989年12月31日、1990年1月7日は年末年始特番のために休止。 シティーハンター91レギュラー放送は10話で一旦終了し、あとに11から13話は1時間半のスペシャル枠で放映。また、前作までは1話完結でなく、次回に続くエピソードについて、それぞれのサブタイトルに、と付ける形をとっていたが、本作では次回に続く場合でも次の回では完全な、別タイトルになっている。放送回数自体は少ないが、 スペシャル版以外の10話はすべて原作からのアニメ化作品である。原作、第23巻後半部から第31巻、中盤までの内容に相当。1991年5月19日、6月2、9、23日、7月7、14日、8月、9月、1、8、15日は休止。シティハンターテレビスペシャル。 91のその後として、それぞれ日本テレビ系列にて放送。ザ・シークレットサービスでは、3位以来久々に、小玉、ケンジをはじめとした、レギュラー放送時代のスタッフが制作に当たっている。以降、作画や演出面でのスタッフは変更されているものの、矢野達美は、1位以来一貫して、音楽担当を続けた。また、使用される劇ともは、 劇場映画やスペシャル専用のものに限定されており、レギュラー放送時代の挿入歌や音楽は使用されず、セルアニメとしての制作は緊急性中継凶悪犯、裁判の最後が事実上の最終作として位置づけられた。当初は、ルパン三世の t b スペシャルと同様年一回、またはルパン三世と交互に各年ペースで放送する計画が立てられていたが、 原作の北条司がエンジェルハートの連載準備を開始したなどの理由から1999年を最後に制作されなくなったことが完全版の後書きで語られている。系列は放送当時のもの。スペシャル本放送後、2017年にはアニメ化30周年を記念して HD リマスター版が制作された。これは 同年12月に、アニマックスでの BS 初放送を経て、2018年4月には、3テレビでの地上波初放送にも用いられている。2の本放送中である1989年6月17日に、単発として公開された、シティハンター愛と宿命のマグナムアニメ、旧式館中の1990年8月25日に日本立てとして、閉営された、 シティハンター100万ドルの陰謀とシティハンターベーシティウォーズの計3作品が制作されている。配給は小畜、富士。日本立ての校舎はアニメ作品ではまだ珍しかったステレオ音響で公開された。ゲストキャラクターシティハンター愛と宿命のマグナムシティハンターベーシティウォーズシティハンター100万ドルの陰謀スタッフ主題歌劇場版シティハンター 新宿プライベートアイズは2019年2月8日に約250スクリーン規模で公開された映画作品。配給はアニプレックス。上記劇場映画アニメ版から通算第4作目で初のデジタル制作となる。最終興行収入は15.3億円。監督はシティハンターザ・シークレットサービス以来23年ぶりに小玉健二が再登板。 主要声優については前述した通り、テレビシリーズの面々が起用されており、制作スタッフについては、新たな人物が大半を占める。制作には、読売テレビが続投となったほか、SP さんで制作局となった日本テレビも参加している。劇ともは新たに制作されたが、挿入歌として、歴代テレビシリーズの主題歌及び一部楽曲が、使用されている。 作品設定は現代の新宿となっており、仕事の依頼もスマートフォン内のアプリケーションで受けるなど時代に応じた変更が行われている。また、都航の住むマンションはテレビシリーズに登場したレンガ作りのものではなく、制作時点の日本で一般的なデザインのものとなった。登場人物では原作の主要登場人物であった教授がアニメ作品で、 初登場している。ゲスト声優として、イーデマリエとチュートリアルの徳井吉金が出演することが決定し、イーデが本作の応援団長、徳井が応援副団長として就任した。本作では、キャッツアイのキスギさん姉妹が喫茶キャッツアイのオーナーだったという法上の提案による設定が採用されており、レオタード姿の彼女たち三人も登場する。なお、 木杉涙役の藤田敏子は、出演を予定していたものの、アフれこびの11月中に病状が悪化して、スタジオ入りができなかったために代役として、木杉瞳役の戸田恵子が一人二役で演じた。なお、その後藤田は亡くなり、エンドロールで追悼コメントが載せられた。劇場公開に先駆け、2019年1月7日には、新宿駅南口のヌーデイズ中央店に、 作中の伝言版を描いた広告が掲出された。あらすじある夜のこと、サイバと牧村香織は重武装のテロリスト一団を、新宿歌舞伎町の東方新宿前で片付ける。その翌日、二人の元にモデルを兼業する、偉大生、新藤愛が、ボディガードの依頼にやってきた。彼女は、両親の離婚後一度も会っていなかった父親が、交通事故で亡くなって以降、 何者かに狙われていると訴える。愛は、渡航の住むマンションで、共同生活を始めるが、その初日に銃を持った男たちの襲撃を受ける。だが、により襲撃犯たちは、全員蹴散らされ、愛は難を逃れる。次の日、モデルの仕事のため都内のスタジオへ向かう愛に、渡航は同行するが、公はそこで一人の男と再会する。ドミナテックの CEO、 奥に真珠であった。奥には、甲の幼馴染みで、思わぬ再会に二人は、思い出話に花を咲かせる一方、は、そんな甲の姿を見て複雑な思いになる。その頃、喫茶キャッツアイの店主、海坊主は、腕利きの傭兵たちが新宿に召集されていることを、情報屋から知らさせる。海坊主は、に、海消防主と名付けられた、接客用ロボットの使用が気になり、 制作元のドミナテックを調査してもらった中で、この情報を聞かされたのであった。一方、愛を狙う人物は後を絶たず、ついには、海坊主が、情報屋から聞かされたプロの傭兵集団に狙われる、ことになる。ゴールデン街で、傭兵集団を蹴散らしたは、愛が狙われていることの背後にドミナテックが、関わっていることを知る。ゴールデン街での一件の翌日、愛は、 と攻に連れられ、のゲリラ時代の軍教授のもとを訪れる。教授は、騒動の原因は、愛の亡くなった父、堺淳一であると語る。堺は、脳科学を専門とした科学者で、軍事兵器の開発を目論むお国により、ドミナテックに引き抜かれていたのだった。堺は、兵器開発の要求を拒否しようとしたが、 妻や愛に危険が及ぶと脅され、お国に命じられる形で、メビウスと呼ばれる頭で考えるだけで操作が可能になるコンピュータシステムを完成させた。だが、堺はメビウスを悪用されないよう特殊なロックをかけていたのだ。このロックを解除するための鍵こそが愛であった。愛を付け狙っていた男たちや傭兵集団は、皆お国に雇われた人物であり、お国は、 メビウスの封印を解く、鍵を手に入れるために、愛を狙っていたのだった。お国の狙いは、メビウスを、新時代の殺戮兵器として、世界中の武器商人に売り込むことだった。お国は、大学時代、いつ戦争が起きても、おかしくないという不安を煽ることで武器を売り込む、ウォーフェア理論を提唱。これに目をつけた、武器商人のビンスイングラードと手を組んで強力な、 殺戮兵器を売り込むことを計画、その協力者として、堺を引き抜いたのだった。かつての幼馴染みだった奥国の本性を知った甲は、ショックを受ける。愛を連れ去る計画をことごとく、に阻止された奥国は、堺が持っていた、スマートフォンのデータを復元したことで、鍵の正体を突き止め、愛が、自発的に自分の元へ来るための策を練る。これが孔を創し ついにお国は、メビウスを起動させることに成功する。各国の武器商人が、ドミナテックに集まる中、お国は、メビウスの力を世界に示し、これをもって、を抹殺するデモンストレーションを、新宿で行うことを決める。は、お国の野望を阻止し、依頼人である愛の命を守るため、こうは、幼馴染みとして、お国を止めるために立ち上がる。 そして、お国の計画に巻き込まれて、喫茶キャッツアイを破壊された海坊主と、ミキ、喫茶キャッツアイのオーナーである、キスギ姉妹の協力を得て、巨大な陰謀に立ち向かう。と愛は、ドローンの一団に銃撃され、新宿は、大混乱となる。は、ドローンを撃ち落としながら、バスで逃走、新宿御苑に逃げ込むが、ドローンに囲まれる。海坊主が火星し、ドローンを撃ち落とすと、 奥には、大型機を操作して、追い詰める。甲は、木杉三姉妹と、パラシュートで降下し、トミナテックに侵入、奥にを止めようとする。だが、奥には聞く耳を持たずを倒すことに執着する。は巧みに逃げ回り大型機を落とすと、海坊主たちとドミナテックに乗り込む。ビンスと争い射殺した奥には、メビウスのトランクを持って逃走するが、 甲に説得され、ガメビウスを破壊する。その様子を、キスギ三姉妹が見守っていた。海坊主は、喫茶キャッツアイの復旧工事を進める。アイは偉大に復学することになり、と甲に別れを告げ、甲がモデルを務めた、ウェディングドレス姿の写真を渡す。は、いつもと変わんねえなと軽口を叩く。最古は、に、仮を返すとして、 新宿駅に伝言版を復活させる。ゲストキャラクター制作プロデューサーの諏訪道彦によれば、企画が立ち上がったのは2015年春であり、テレビシリーズ30周年にあたる2017年に向けてのものだったという。また、木杉三姉妹の登場は、早くから企画されており、涙役の藤田敏子については収録時期の2018年11月が、来たら、 相談する予定にしていたが、すでに病気療養中だった彼女の収録は叶わず、瞳役の戸田恵子と愛役の坂本千夏が代役を申し出たという。そのことは、藤田の元にも伝えられ、諏訪は療養後に見てもらえればと思っていたが、同年12月28日には、彼女の死境、戸田や坂本を経て、裁判役の神谷明から知らされ、 藤田たちのつながりを強く感じたことから、エンディングクレジットにはその思いの丈が表記されている。スタッフ主題歌2005年12月21日、原作開始20年、エンジェルハートアニメ放送開始を記念して、初の DVD 化となる、コンプリート DVD、ボックス、シティハンターコンプリートが、完全予約限定商品として発売された。 テレビシリーズ全140話に加え、劇場版、テレビスペシャル各計6本を収録。2007年12月からアニメ放送開始20年を記念し短巻のリリースが開始。劇場版、テレビスペシャルは、短巻未発売。2019年10月30日、劇場版、新宿プライベートアイズの DVD と、ブルーレイ発売終映者より、テレビシリーズ、1、2、 3、91を呼び、愛と宿命のマグナム、100万ドルの陰謀、ベーシティ・ウォーズをまとめた、ムック、シティ・ハンター・アニメ・スペシャルが出版されている。北条司絵描き、おろしのピンアップ、上村幸子による、多数の絵描きおろし、遠藤明則による、ショートストーリー、各スタッフのコメントなどが収録されている。 ジャンプ J ブックスより発売された4冊のノベライズ作品のうち以下の2冊はテレビスペシャルのノベライズとなっている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。シティハンター2に関するカテゴリシティハンター3に関するカテゴリシティハンター91に関するカテゴリシティハンター愛と宿命のマグナムに関するカテゴリ シティハンター100万ドルの陰謀に関するカテゴリー、シティハンターベーシティウォーズに関するカテゴリー、シティハンターザ・シークレット・サービスに関するカテゴリー、シティハンターグッド・バイ・マイ・スイート・ハートに関するカテゴリー、シティハンター緊急性中継凶悪犯、裁判の最後に関するカテゴリー、劇場版シティハンター、新宿プライベート・アイズに関するカテゴリー、ありがとうございます。